バトマン川、ティグリス川、または、チグリス川は、西アジアでユーフラテス川と共に、メソポタミアを形作る隊が、ユーフラテス川の東側を流れている。この川は、南東トルコの山岳地帯から南に流れ、シリア、イラクを通過してユーフラテス川と合流し、シャットルアラブ川として、ペルシア湾に注ぎ込む。略奪品を携えてティグリス川を渡る。 ベドウィン古代ギリシア語名のティグリスの意である。は古代ペルシア語のタイグラから派生した。古代ペルシア語名はエラム語のティグラから来ており、さらにエラム語名はシュメール語のイディグナから来ている。大元となったシュメール語のイディニア、またはイジギナはおそらくイジナから来ており、それは隣接するユーフラテス川との対比で流れの速い川と解釈することができる。 ユーフラテス川はゆっくりとした流れによって、ティグリス川よりも多くのシルトが堆積し、より高い川床が形成された。このシュメール語系の名前は、アッカド語では、イディグラとイディクラットとなり、さらに別のセム系言語の名前につながった。ティグリス川を指す、別の名前として中世ペルシア語では、アルバンドルードという名前も使用された。これは、流れの速い川の意味である。 現代ペルシア語ではこのアーボンドラットは、ユーフラテス川とティグリス川が合流した川の名前として使用されている。クルド語では、エーバメジンという名前でも知られる。これは、偉大な水という意味である。いかにティグリス川の周辺地域で使用されている、あるいはかつて使用されていた主要な言語での故障を示す。イラク、モースル市の外部ティグリス川は東トルコの タウルス山脈に源流を持ち、全長約1 7 5 0トルである。源流は、エラズウッシュの西約2 5トルユーフラテス川の源流から3 0トル離れた、あたりである。ティグリス川は、その後、シリアとトルコの国境まで4 0 0トルほど、トルコ領を流れ、シリア領内を4 4トルだけ流れている。 ユーフラテス川の合流地点のすぐそばで、ティグリス川はいくつかの運河で分岐されている。第一に、人口のシャットあるヘイが分岐し、ナーシリーや近郊でユーフラテス川に合流する。第二にエ n シャットあるムーマナとエ n マジャーあるカビアが分岐し、中央湿地帯を潤す。さらに下流では、別の2つの流路が分岐、セレウキアなどがあり、また、ラガシュシは、 前2900年頃に運河を掘削して、ティグリス川から灌溉用水を得た。ティグリス川は長きにわたり、砂漠地帯の大部分の国々にとって重要な交通路であった。朝木水線がバグダードまで行くことができるが、より上流のモースルへの輸送には、いかだが必要である。1836年に、フランシス・ロードン・チェスニー将軍は2隻の蒸気船を、 陸路でシリアを経由して運び、インドへ向かう陸路と河川路の可能性を探った。蒸気船の一隻ティグリスは嵐にあって破壊された。船は沈み、20人が死亡した。だが、チェスニーは、ティグリス側で、動力付け船舶が航行可能であることを証明した。その後、1861年に、ザ・ユーフラテスティグリススティームナビカンパニーが、 リンチ兄弟の商社によって設立された。この会社は2隻の蒸気船でサービスを行った。1908年まで2 0隻の蒸気船がティグリス川で航行しており、観光客は蒸気船に乗り込んで内陸に入った。当時は考古学観光の黎明期であったため、ウルトクテシフォンの遺跡はヨーロッパ人観光客に人気を博した。第一次世界大戦ではイギリスが オスマン帝国領メソポタミアの征服時、インド人とテムズ川のパドラーが、タウンゼント将軍の軍隊に配属された。詳細は、空と包囲とバグダード陥落を参照のこと。第一次世界大戦の後、バグダード鉄道の未完成部分であったバスラ、バグダードモースル間の路線が完成し、また道路輸送が貨物輸送の大半を占めるようになったため、20世紀の間に、 河川輸送は重要性を失った。イラク、モウスルシティグリス川は、イラクとトルコで灌外用水を過酷に隣接する、乾燥地並びに、反砂漠地域に導入するために大規模に、せき止められている。こうした水のせき止めはまた、イラクで洪水の害を避けるために、重要な役割を果たしてきた。歴史的に、イラクでのティグリス川の洪水は、トルコの山々での雪解け後の四月に発生しやすい。 ことが知られている。最近のトルコでのティグリス川の石止めは、トルコ国内の環境への影響と、下流域での流量低下に関連した複数の論争の主題となっている。モズルダムは、イラク最大のダムである。ティグリスユーフラテス両河の水は、紛争における圧力の手段として利用される。2014年には、イラクとトルコの複数のステークホルダーの代表者たちの間で、 ティグリス川の流量についてのデータの交換、構成、標準的基準の作成の行動計画について、大きなブレイクスルーとなる合意が達成された。この合意は、シンクタイクストラテジック交際とグループによって、組織されたジュネーブでの会議で合意され、ティグリス川におけるジュネーブ合意と呼ばれる。2016年、在イラクアメリカ大使館と、イラク大統領、ハイダル・アル・イコール・アバディは、 モスルダムが決壊する可能性があるという警告を行った。アメリカ合衆国はモスルダムが決壊すれば50万人から150万人が鉄砲水によって水死する恐れがあるとして人々にティグリス川の氾濫源から避難するように警告した。イラクの主要都市であるモースルティクリーとサマンラー、そしてバグダードがこの危険にさらされていた。 シュメール神話では、ティグリス川は、塩基神が川を流水で満たしたことで作られた。ヒッタイトとフルリジンの神話では、ランザは神格化されていた。ランザは、クマルビ神の息子であり、テシュブ神とスーアリアート神の兄弟であり、コンズラスさんで、クマルビ神の口から生まれた三柱の神の一神であった。その後ランザは、クマルビ神を打ち滅ぼすために、 アヌシを呼びてシュブガミと共謀したの一つを受けたとしている。ティグリス側はまたイスラーアームにおいても研究される。イマームのアフマドビンハンバルとサイードアブドゥルラザクジーラニーの墓はバグダードにあり、ティグリス側の流れが参拝者の数を制限している。バグダード市内のティグリス側イラク王国の紋章にはシャットゥルアラブ側に交流するユーフラテス側と ティグリス川と夏目谷市の森が描かれている。この夏目谷市の森はかつて世界最大のものであった。ティグリス川は1932年から1959年までイラクの国章に採用されていた。ありがとうございます。